焼津市の大崩れ海岸で斜面崩落が発生し、静岡市につながる県道が通れなくなっています。地元住民にとっては大きな痛手で、昨日焼津市が県に早期の対応を求めました。静岡市と焼津市をまたぐ大崩れ海岸です。山の斜面が広範囲にわたって崩落しています。焼津市の大崩れ海岸、崩落が頻繁に起きることからそう呼ばれていて、おととい海岸沿いを走る県道416号のトンネル付近で斜面が崩れました。崩落があった現場近くです。こちらのトンネルは現在通行止めとなっています。この道路は地元にとって重要な生活道路です。女房今日お医者さん行くっつって8時半に予約してあって、静岡もあるもんで7時半に出てて。崩落現場近くの小浜地区に住む人は、この道路を使えば焼津市街地まで5分程度で行くことができました。しかし崩落による通行規制の影響で、静岡市側へ迂回しなければならず30分ほどかかってしまいます。今日は県の職員などが小浜地区を訪れ、住民に状況を説明しました。本当8割から9割ぐらいは浸食されたのが原因で崩落したじゃない、それはまだ分からないですか。今もう本当に原因がね、何なのかっていうのが分からなくって、緊急時の対応にも追われています。通行規制の間、この地区は静岡市消防局が管轄することになり、消防職員は救急車のルートの確認などを行いました。昨日は焼津市の中野市長が県庁を訪れ、早期の対応を求めました。市民生活にこう安定的な道路交通網というのは重要なんで、しっかり対応していただけるようお願いしましたが、県の方でも前に進んでやっておられるんで、少しは安心をしておりますが、まだまだちょっと長期にかかりそうなんで心配なところでございます。地元住民はこれから台風シーズンを迎える中、さらなる崩落の発生を懸念します。東側の道路が落ちちゃったらもう全く孤立だもんね。一日も早いね、地元としては望んでるわけ。地区の孤立を防ぐためにも原因究明と早期の対応が求められます。